竹原俊仙が、絵本百物語より、小津洗い、水木しげるロードに設置されている、小津洗いのブロンズ像。あずき洗い、または、あずきとぎは、しょきしょきと音を立てて、川であずきを洗うと言われる、日本の妖怪。水木しげるのゲゲゲの鬼太郎にも登場したことがあり、鳥取県境港市の水木しげるロードに銅像があるなど、マニアの間では、知名度の高い妖怪である。 山梨県笛吹市境川、藤沼の滝付近、新潟県は、糸井川、秋田県、群馬県、京都府、東京都、愛媛県など、出没地域は全国多数。日本全国で知られる妖怪だけあって、別称も滝にわたり、広島県世良郡、山口県峰郡、宇部市、愛媛県広見町などでは、あずきとぎ、岩手県雫石村では、 ずき揚げ、長野県長野市川中島ではずきごしゃごしゃ、山梨県北駒郡ではずきそぎ、鳥取県稲葉地方ではずき腰、岡山県筑母郡や鉄郡ではずきサラサラ、香川県境出地方では、小津やろなどと呼ばれる。前述の愛媛県広美町では砂洗いとも呼ばれる。長野県松本市では、木を切り倒す音や赤ん坊の鳴き声を立てたという。 群馬県オーラ郡オーラ町や島根県では、人をさらうものと言われる。白川風土木巻四によれば、鶴生の奥地の高助というところの山中では、炭釜に宿泊する者は時として、鬼耳の貝を聞くことがあり、その貝を、小津磨くと呼ぶ。炭焼き小屋に近づいて、夜中に小豆を研ぐ音を出し、その声を、サクサクと言う。外に出てみてもそこには、 何者もないと伝えられている。茨城県や佐渡島でいう小豆洗いは、背が低く目の大きい奉仕姿で、笑いながら、小豆を洗っているという。これは、縁起の良い妖怪と言われ、娘を持つ女性が小豆へ持って、谷川へ出かけて、これを目にすると、娘は、早く縁づくという。大分県では、川のほとりで、小豆洗おか、人取って、食おかと歌いながら、 小豆を洗う。その音に気を取られてしまうと、知らないうちに川べりに誘導され、落とされてしまうとも言う。音が聞こえるだけで、姿を見た者はいないとも言われる。この妖怪の由来が、物語として伝わっていることも、少なくない。江戸時代の紀談集、絵本百物語にある、小豆洗いによれば、越後国の高田の北家宗の寺にいた日賢という、小僧は、 体に障害を持っていたものの、物の数を数えるのが得意で、小豆の数を一号でも一章でも間違いなく言い当てた。寺の和尚は小僧を可愛がり、いずれ住職を継がせようと考えていたが、それを妬んだ、宴会という悪僧が、この小僧を井戸に投げ込んで殺した。以来、小僧の霊が夜な夜な雨戸に小豆を投げつけ、夕暮れ時には、 近くの川で小豆を洗って数を数えるようになった。宴会は後に死罪となり、その後は日賢の信頼度で日賢と宴会の霊が言い争う声が聞こえるようになったという。東京都日野原村では小豆洗い度といってある女が小豆に小石が混ざっていたと姑に叱られたことから川に身を投げて以来、その川から小豆を研ぐ音が聞こえるようになったという。 愛媛県松山市に伝わる、あずきあいの話では、明治初期に、川の洗い場に50歳ほどの女性が、あずきと米を洗っていたため、そこには誰も洗濯によらず、その女は、やがて死に去ったという。あずきあいの正体を小動物とする地方もあり、新潟県刈羽郡小国町では、山道で、イタチが尻尾で、あずきの音を立てているものが正体だといい、新潟県十日町市でも、 ワイサコキイタチというイタズライタチの仕業とされる。長野県上海野地群小川村でもあずき洗いは、イタチの鳴き声とされる。大分県東国崎郡国崎町でもイタチが口を鳴らす音が正体とされ、福島県大沼郡金山町でも、同様にイタチと言われる。岡山県赤岩郡では、あずき洗い狐と言って、川辺で狐が、あずきの音を立てるという。 長野県稲市や山梨県上野原市でも狐が、正体と言われる。京都府北桑和田郡宮間町では、宿ク狸というバケたぬきの仕業とされるほか、風で竹の葉がすり合う音が正体とも言う。香川県観音寺市でもタヌキが小豆を磨いていると、言われ、香川県丸亀市では、豆狸の仕業と言われる。広島県では、カワウソが正体と言われる。 津村千巻案による、江戸時代の随筆、短海では、無地なが正体とされる。秋田県では大きなガマガエルが体を揺する音と言われる。福島県では、引きガエルの背と背をすり合わせることで、イボが擦れ合った音が、預き洗いだともいい、ネギシやスモリの随筆、地能でもガマガエルが正体とされている。新潟県では、糸井川近辺の海岸は、小砂利浜であり、夏に、 ここに、海水浴に来る人間が砂浜を歩く、ザクザク、という音が小豆を研ぐ音に酷似していたため、これが伝承のもととなったとも言う。山形県西沖多摩郡白鷹町でも、小川の水が、小豆の音に聞こえるものと言われる。また、江戸時代には、小豆洗い虫という昆虫の存在が知られていた。妖怪研究家、田中摘によれば、 これは現代で言う茶盾虫のこととされる。昆虫学者、梅谷賢治の著書、虫の民族史」によれば、茶盾虫が髪の添粉質を食べるために障子に止まった、時、羽を動かす音が障子と共鳴する音が小豆を洗う、音に似ているとされる。また、かつてスかし茶盾虫の音を耳にした人が、怖い老婆が小豆を洗っている、隠れ雑踏が子供をさらいに来たなどと言って、 子供を脅していたとも言う。新潟県松代町では、小茶たて虫が障子におけ時計の音を立てるものが、小き洗いだという。長野県、下諏訪などでは、こうした妖怪の噂に乗じ、男性が、仲間のものを、小き洗いに仕立て上げ、女性と連れ立って歩いている時に、付近の瓦で小き洗いの音を立てさせ、怖がった女性が、男性に抱きつくことを楽しんだという話もある。 茨城県中郡ぬかた地区の伝承のあずき洗いは女性であり、その正体は400年以上前のぬかた佐竹氏が、大田の佐竹本家と江戸市の連合軍に攻め立てられて、落城する前日に出陣し、帰らぬ旅路についた上司の父に対し、出陣祝いのこまめ飯を炊いて信ぜた姫君の姿であるとする。このほか日立中市勝田地区には小豆、あずき、 ばあさんと呼ばれる伝承が近代期まで見られ、馬車によっては、小き洗いの妻と解釈もされているが、老婆が洗っていると認識された。ありがとうございます。